はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。今回は、デスコットの先進めていきたいと思います。おそらくあの方が最深部で待ち受けてると思われます。よし、じゃあこれでちょっと進めていこうと思います。
うわー、やっぱりそうやな。これ勝てるか、一回行ってみるか。絶対そうやろ。結構消耗してるからな。山彦をマーニャにしとくかクリフトにするか、むっちゃ悩ましい。いや、クリフトにしといた方が良さそうやね。いっか、しゃあない、行ったろ。MP 回復させるアイテムがもうほぼほぼないから。うわっ、最悪。もう最悪や。これでええわ、いったろ。だ、ほら、いや、そりゃそうやろ。めっちゃ言うわこれ、ほんま。行ったろか。これ無理やから。うわ、これやってくるわ、そういうの。いや、無理やろ。いや、強すぎ。いきなりこれかよ。いや、もう無理やん、これもう。なんて言っとこうか。えげつな。何回攻撃してくるねこいつ。
これはもうミネヤのメガザルしかないな、これは。ギガ電やってくるんかよ、無理やろこれ。まあえげつないわ。無理やろこれ。これは無理やな。そこやめてくれ。要のクリフトが眠らされてしまった。しかも起こす方法ないっていうね。無理やこれ、もう積んだ、もう終わった。
あ、そういうことね。まあ、なんてや。いや、これ勝てんは無理やろ、こんなもん。はい、からレベル上げですね。できるだけマーニャの MP を温存して、もういきなりマダンテ打つっていう感じでいこうかな。あとはシンシアのモシャスをうまく活用して、シンシアにもモシャス、じゃなかったマダンテやってもらうっていう感じでいったらまだなんとかいけるかもしれない。ただ HP 低すぎるから、そのターンでやられる可能性があるという。一旦は、他の行ってないところですね。デスコットの先で、ね、ちょっと直通で行ったんで、行ってないところをちょっと回りながらやっていきます。多分でもはぐれメタルとか、またメタルキング倒してレベル上げないと無理ですね。これこのレベルではちょっと勝てそうにないです。ギガデイングランドクロスと輝く息ギガデインっていう、その2段の攻撃に耐えられるほどの HP がないとちょっと無理っぽいですね。ワンターンでやられるんで。
まあ、一応ルートもね確認できたんで一旦これで引き返しましょうか。レベルちょっと上げないと厳しいですねこれは。とりあえず今考えられる方法としてはまたあのカジノの景品もらっていってそれでやるしかないかなと思ってます。多分前に貯めた時で結構まだ残ってるはずなんで結構ね、力づくっていうかね、あのゴリ押しなんですけどね、まあ、メガザルのお出と世界中の歯をちょっと集めて、それでやるかなと思ってます。おー、結構残ってますね、まだ。いや、
取れんわこれ。はやぶさの剣は取っといてもいいかなと思うんで、ね、これ取っとくか。腕は2万は結構重いな。これはいくつかもらえそうですね。これをちょっと回収しとこうか。あのメガザル用意で、ちょっとこれね、メガザル用でちょっと取っときましょうか。5本ぐらいちょっと持っといてもらって、葉っぱを猫にも渡しとこうか。トルネコたまにね、命令無視して勝手に行動取るんで、ちょっとそれがたまに傷ですけど。よっしゃ、これでええやろ。はい、では今回はここで終わります。次回は、レベル上げ、3ぐらいちょっと上げようかなと思ってます。で、一応まあレベル上げてからもう一回、再挑戦、していって、それでも難しかったらちょっとまたカジノにこもって、ね、メガザルのお電話を、まあ3つか4つぐらい確保できるぐらいは稼ごうかなと思ってます。そこはねちょっとカットしていく予定なんですけども、はい、それでは、ここまで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の、動画、ご視聴いただければと思います。それではありがとうございました。